はい、お疲れ。初見さんいらっしゃい。リオマさんいらっしゃい。楽しんでいてください。面白かったらフォローしてください。シビタさんお疲れ様です。いらっしゃい。楽しんでいてください。いやー、風が治らないよ。みんなも風には気をつけてください。おはようもね、和田つ。今起きたの？和田つです。しばらく配信やってなかったからね、ぶっ倒れてたよ。ほんと疲れた。まだ体調万全じゃない。喉なかなか治んないっすね。あれ、初見じゃなかったの、リオモさん。喉がなかなか治んないし、咳がなかなか治んない。ぶっ倒れ中ですよ。肺が苦しいです。どうしたら治るんだろうね。なかなか治らんですな。あ、もしもし、お電話いただいたんで折り返したんですけれども。あ、始末です。西新宿5丁目ですね。はい。はい。あ、ちょっとポスト今見てないんでわかんないですけど、多分入ってると思います。あ、できます。はい、家にいるので。あ、もういます、家に。はい。西新宿の 5-19-7。はい、5-19-7。プリンセスガーデンの101号室です。うん。あ、合ってます。はい。はい。はい。だいたい何時ぐらいになりそうですか？あ、わかりました。待ってます。はい、失礼します。荷物か。はい、みんなお疲れ。風邪引きでーす。どうもどうもいらっしゃい。いすいす。おー、タカさんハートありがとう。タカさんありがとう。大丈夫だよ。うん、放送できなかった、ずーっと。はい、ワドツー若いいらっしゃい。みんな久しぶり。電話つながんねえな。
すっごい寒いよね。すっごい寒い、東京も。マジでやばいよ。あ、みんなも風邪ひいてんだ。なんか治りかけたり、治んないね、ずっと。朝治ったかなとか思ったけどね、昨日の朝。風邪気をつけてみんなも。っていうか、もう笑ったんだけど、風邪で倒れてる間にトランプが大統領になったんだ。やばいね。若住んでんの北海道だっけ？やばくない？俺笑ったんだけど、マジで。トランプかよっていうね。いや、俺トランプ全然支持してたけど、全くトランプがなるとは予想してなかったから、ヒラリー確定だろうと思ってたけど、笑っちゃうよね。笑ったわ、マジで。見逃しちゃったんだよ、歴史的瞬間。え、もう確定でしょ？もう確定でしょ？トランプで。日本に追い風だと思うよ。日本の株価上がると思うよ。マジで。バイキング毎日楽しいって何？うん。政治家デビューが大統領だもんね。アメリカって狂ってるよな。アメリカって本当面白い国だよ。日本じゃ考えられないもんね。ホリエモンがさ、ホリエモンと蓮舫が戦ってホリエモンが勝つみたいな話だもんね。すごいよね。いやーすごいね。ハートありがとうございます。狂ってるから、アメリカンドリーム。そうそうそう、8年に1回革命が起こる国だからね。坂上さんのバイキング？何、坂上さんのバイキングって、うん、バイキング毎日楽しい。ちょっとわかんないわ、ごめんね。何の話だろう。中野坂上の話かな。いやー、トランプすごいよね。うん、マスクつけないよ。マスク苦手なんだ。あ、昼間の番組？坂上忍か。はいはいはい。それが面白いんだ。俺見たことないね。テレビ持ってないんだよね、テレビを。あ、面白いんだ、あの番組。知らなかったわ。風ではないって言われたんですけどね。うん、風邪ではないって言われたんだけど、医者には。うん、大丈夫、大丈夫。テレビ持ってないよ、俺。あ、生活保護だから NHK 払わなくていいから、どっちにしても来ない。テレビ持ってたとしても来ない。てか、NHK の集金はあれは完全に違法だよな。どう考えてもおかしい法律だよな。法律が古すぎるんだよ。そうなんだよ。咳がずっと出て、咳止めは飲んでるんだけど。マスクない。仕事から帰宅して玄関開けようとしたら後ろに NHK いたことある。怖っ。ストーカーじゃん。怖っ。でかさ、なんでさ、俺 NHK 番組としては面白いと思うけど、いい番組作ってると思うけど、強制的にさ、テレビ持ってる家は NHK 払わないといけないって、あれ違法行為だよね。憲法違反だよね、どう考えても。探してもないですね。マスクは。ないっすよ。だってさ、そんなさ、勝手なさ、徴収とかやっていいんだったら、法律めちゃめちゃじゃん。民間企業でしょ？ NHK って。ユミさんいらっしゃい。楽しんでってね。おかしいよね、どう考えても。国営なんだ、NHK は。まだ民営化されてないんだ。国がテレビを放送するのもちょっとどうかと思うしね。時代が古すぎるよ。社会主義じゃねえんだから。あ、皆さんありがとう。おかげさまで LINE スタンプが売れてます。みんな買ってくれてありがとう。 LINE スタンプ好評です。
ありがとうございます。多分みんながダウンロードしてくれてんだと思うんで、お礼を言っておきます。おかげさまで結構売れてますよ。ありがとね。みんな優しいね。サイレント購入してくれてるね。サイレント購入。トランプ大丈夫かよ。売名だと思ってたんだけどな、俺。本気でやる気あんのかな、大統領とか。ヒラリーに譲った方がいいんじゃないの？どうなの？俺の放送まったりだよ。うん、まったりが売りだから。あれら配信嫌いだもん。まったりが一番いいでしょ。ロングで聞ける配信が一番いいんだよね、ラジオ代わりにさ。だからここはね、なんかこう大人の青春クラブだから、まだ青春し足りない大人たちが集まって食べる会だからね。トランプの周囲にいる奴らがガチで政治経験あるとかでしっかりしてるから大丈夫。まあそれはそうだろうけどさ、うん、まあ大統領とか国会議員っていうのはさ、なんていうの、役者だからさ、いいんだよ本当に。顔だけ良ければ、うん、あとはブレーンたちが政策作るから、ゆるい感じがいいよね。マガありがとう。俺がね、俺自身が荒れてる放送はあんま好きじゃないんだよね。結構まったり見ることが多いから、まったりゆったり見る放送が好きだから、どうしてもそうなっちゃうんだよね。自分が好きなスタイルになっちゃうよ。核ミサイル押す、いやさすがにね、そんなにバカじゃないとは思うけど、うん、ていうか言ってたことを守らないって言って国民が暴徒化する可能性はあると思ってるから、さすがにね、トランプはそこまでバカじゃないと思ってるよ。ただやる気はあんのかっていう、だぶっちゃけた話、大統領よりも稼いでるわけじゃん。やる意味あんのかなっていう。しかもアメリカの大統領って権限すごくてさ、大統領しか読めない資料とかさ、大統領になった後でも見れるんだよね。だからずーっと権限持ち続けるんだよ、任期が終わった後でも。だからそれをね、トランプに渡すっていうのがすごいよね。町山さんの解説が楽しみだな。まあ、日本にとっては追い風だと思うよ。うん。それこそ憲法改正なんかやりやすくなったでしょ、安倍さんは。日本もついに軍隊持つか？これで。完全な安倍政策の追い風だよね。日本景気良くなると思うよ、俺の予想。はい、ワド2、チオいらっしゃい、楽しんでってください。初見さんいらっしゃい、クルルさん、ワコツ、楽しんでってください。和道です。よろしくお願いします。
風邪がね、なかなか治らないよ。夕飯全然考えてなかったな。食欲があんまないんだよね。多分菓子パンかなんか買って、多分寝ちゃうと思う、放送終わったら。もう疲れが抜けないっていうかさ、だるくてだるくてさ、放送が全然できなくて。本当にもう、仕事から帰って寝ての繰り返しだったよ、ずっと。そうそうそう。体力が残ってない。もう仕事中もフラフラだし。体調大丈夫だよ。クルルさん最近ふわっちばっかりやってるから、もしよかったらふわっちもフォローして。うん。フォローボタン。あ、ニコ生のコミュ登録はフォローってやつだから。そうだね。よくなんなかったらちょっと病院変えた方がいいかもね。アメリカとかは、市民の国への意識がすごい。日本は大統領誰になろうかって感じ。まあ、直接民主主義じゃなくて間接民主主義だから、日本はほら、総理大臣選べないじゃん、国民が。間接的に選ぶから。あ、それも原因だと思うよ。でもまあ、日本人は政治に無関心だからね。アメリカはもうお祭りだからね。羨ましいよね、ああいう感覚は。ほんと羨ましいなと思う。新しいフォロワーさん紹介します。クルルさん、フォローありがとう。ありがとう。こんばんは、エミちゃん。いらっしゃい。疲れてますよ。43名さんいらっしゃい。楽しんでいってください。日本は官僚が政治家を動かしてる感じだもんね。まあでもそれがね、優秀な企業にはなってると思うよ。良くも悪くもだから民主主義じゃないんだよね。うん。釈迦元気だよ。元気元気。だから政治家が入れ替わるのが激しいわけじゃん。じゃないとほらシステムとか引き継ぎとかできないわけじゃん。システムの維持と引き継ぎが。それをやってるのが官僚であるし、衆議院参議院ってこうやって分けてるのもそういう制度だから、イギリスの議会に近いって言われてるね、日本は。職場で認知のおばあちゃんが警察を呼んで、職員がネックレスを盗んど、認知が警察を呼んだみたいです。ごめん、よくわかんないわ。どういうことだろう。ネックレスを盗んど、認知が警察を呼んだみたい。うん。職員がっていうか、もうなんか何の話か全然わかんないわ。ごめん。なんとなくは分かったけど、まあおばあちゃんが警察を呼んだんだろうね。多分。おばあちゃんが警察を呼んだぐらいは分かるけど、なんかネックレスが盗まれたって騒いでんだろうけど、よく分かんないですね。はい、ワード2、ハッチいらっしゃい。いらっしゃい。うん。あ、ごめんごめん。俺がアスペだからね、文章が分かりづらいと分かんないんだ。伝わってこないんだよね。しょうがない。文章苦手な人はだから、しょうがないよ。
45名さんいらっしゃい。おい、ろくちゃんお疲れ。お帰り。俺も仕事終わったよ。うん。はい、まーちゃんいらっしゃい、わざつ。まったりしてて。今日もダベろ。今日もおじさんと一緒にダベろ。チュース。ちゃんいらっしゃい。みんな仕事終わりかな。50名さんいらっしゃい。いくら貯まりました？今、5万ぐらいかな？ちょ、見てみようか。今ね、ポイント5万634円。5万円貯まってますね。今日疲れた。お疲れ。今日5万。結構貯まったよね。あと10万かな。余裕持ってもっと貯めたいけどね。稼げるね、ふわっちね。ほんと稼げるよ。しかもね、結構ね、その、アイテムくれるメンツがバラバラなんだよね。固定化されてないっていうか。そこが不思議。ハッチが1位、ブルさん2位、クミタン3位、ケツの穴のナウシカさん、4位。なめだるまさん5位、古代さん6位、カッチー7位、8位大好きちゃん、9位田中さん、10位アメさん、11位、リロブキシさん、12位サイダさん、13位ランコメさん、14位ファンくん。結構なんか面白いよ。いろんな人がこうバーってアイテムくれるから。鮫島さんに少しずつ報告させてもらいます。よくわかんないんだけど、そういうの。面白くないよ。うん。あんまりくどいとブロック入れるからね。なんか本人は面白いと思ってやってるかもしれないけど、俺別に鮫島さん仲いいから。クリスマスに、鮫島さん家のホームパーティー行くし。あ、千代風船10個ありがとう。何が真面目なの？全然面白くないよ。風船10個ありがとう。そういう独りよがりなコメントやめた方がいいと思うよ。受けてないよ。風船10個ありがとうございます。認知は怖いですね。自覚がないからね、認知症はね。自分がボケたっていう感覚がないから。まあ、子供みたいになっちゃうからね。うん、まあ、誰でもボケるんだよ。うん、だから寿命が伸びてるのがおかしいんだよな、ここまで。健康寿命なんか70歳ぐらいじゃん。うん、だら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 延命 しようっていうのがおかしいんだよ。本来生物だったらさ、飯取れなくなったら終わりなんだから。バガありがとう。バガありがとうございます。そう思わない。そうまでして行きたい。みんなはどう？健康ならいいけどね。健康じゃなかったら意味ないと思う。日本の平均寿命長いの、それも結構原因だっていう。うん、どうだろうな。まあ、天寿を全うできればいいなとは思ってるけどね。事故とかじゃなくて。だから、がん細胞っていうのはうまくできてて、寿命をね、強制的に作るね、装置なんですよ。長生きしすぎだから癌になってるんだよ。
癌で死ぬっていうのは本来天寿を全うしてるようなもんなんだから。人間の欲望は際限がないからね。コーヒー買ってこようかな。美味しいものいっぱい食べた後に、翌日日あたりぽっくり老衰でいけたら幸せだら。ねえ、なんかね、ばあちゃんのお母さんかな、ばあちゃんのばあちゃんかが、そういう死に方だったらしいよ。縁側でぽっくり言ったらしいよ。警察は認知の人事がわかるのですが、認知の人事がわかんない。ごめんね。認知の人事っていう言葉を聞いたことがないわ。なんだろう、認知の人事って。縁側でぽっくり言ってて羨ましいって言ってたよ。気づいたら硬くなってたらしいよ。ばあちゃん、ばあちゃん言ってるわっつって。縁側で、しかも沖縄だから超長生きじゃん。縁側でぽっくり天に召されたって。コーヒー買ってくるわ。羨ましいっつって。全然苦しそうじゃなかったって。認知の人のことがわかるのですか？いや、警察はわかんないでしょ。医者しかわかんないと思うよ。だって、ほら、専門外だから。警察の専門じゃないから、認知症は。ちょっとコーヒー買ってくるわ。皆さんいらっしゃい。はい、ワード2、ナオさんいらっしゃい。よいしょ。初見さんいらっしゃい、響さん。ケピー。コーヒーうま。ペース。いらっしゃい。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんが、響さん、ありがとうございます。よろしく、響さん。ありがとね。
寝込んでたね、だいぶね。放送頻度少なくなってごめんね。鹿児島行くよ、もちろんだよ。行くよ。あと10万円。あと20日で10万円。回りますせ。飯食いましょう、みんなで。ちょっとだけ旅に参加してもいいよ。車で運んでくれてもいいし。北へ北へ向かった。とりあえず北海道行くから、鹿児島最後の方だと思うけど。後半戦だけど必ず行くね。どこが大手気取りなんですか。ちょっとよくわかんないですね。どこが大手気取りなんでしょうか。誰もそんなこと思ってないと思いますけど。鹿児島に泣き面にしょんべん。何それ泣き面にしょんべんって。ちょっと元ネタがわかんないけど。はい、ワード2。ケンシロウいらっしゃい。長渕の歌でそんなあんだ。長渕全然カバーしてないかんな。のんちゃん連れてかないよ。のんちゃんはお家でお留守番するって言ってる。うん、お留守番だって。何ヶ月ぐらいかかるんだろうな。1年ぐらいかかるんじゃないの、歩きだから。2年ぐらいかかると思ってるけど、日本だけでどれくらいかかるんだろう。まあ滞在する期間によるんじゃないの。ぶっちゃけた話、1ヶ月で終わっちゃうかもしれないし、それも含めて旅だと思ってんのよ。だから俺は旅行がしたいわけじゃないから、期間決めて観光スポット行くわけじゃないから、全く歩きだね。バッグだけ持っていく。私は誰でしょうさん、いらっしゃい。うん、だから何にも考えないで外に出るのが俺は旅だと思ってるから。風結構きつい。ピコさんいらっしゃい。うん、東京スタートだね。っていうか俺の家がスタートで、もうそう、金持ってたら新幹線乗ってもいいし、まあ同行列車でね、行くのがミソだと思うけど、ヒッチハイクしたりとか、あとなんだろう、それこそリスナーさんに隣の県まで送ってもらったりとか、それが楽しいかなと思ってるね。うん、全国旅する。はい、ワード2。そういう感じかな。全国回って、こう、世界を見るっていう、リアルな体験をしたいと思ってる。不便さを味わうために俺は旅したいわけだから。どこまで行けるかが勝負かなと思ってるけど、達成感あるんじゃないかな。
東京に帰ってきた時には。各地の都道府県の役所の建物に行って睨みつける配信。いや、俺別に役所は敵じゃないからね。なんか勘違いしてるでしょ、それ。役所は別に俺にとって敵じゃねえよ。別に睨まない、睨まない。まあ、うまいもん食って。みんなに会って、で、パワーつけて、世界に行くと。よいよいらっしゃい。はじめまして。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。いや、この部屋は解約します。この部屋は解約する。お金もったいないから。ラーメン別に好きじゃねえかんな、俺な。まあ、いろんなもん食うだろうけど。いや、今後の日本は俺が変える。いや、そんな気全くないけど。俺はもうガキの頃に世界征服を諦めたかんね。世界を変えようとするんじゃなくて、世界の捉え方は変えられると思うけど、世界自体は変わらないから。世界ってもっと大きいものだから。そうじゃなくて、自分の感性は変えられるんだよね。受け取り方とか。住所不定になるんじゃない？わかんないけど。うん。昔ホテル暮らししてたし、別にあんまり、今は家にはこだわりないかな。年取ったらね、一軒家でも欲しいけど。そうだよ。ハルトさんいらっしゃい。なぎささんか。なぎささんいらっしゃい。楽しんでってね。大体世界を変えようっていうのはさ、世界をうまく捉えられてないからなんだよね、それは。世界って揺らぎなんだよ。多様性なんだよ。だから多様性がなくなっちゃうんだよ、世界を変えるっていうことは。ヒッチハイクもするよ。するする。でもそのライフワークにしたいんだよ、旅をするっていうのが。ひたすら練り歩くっていうのをライフワークにしたいんだよ。自分の庭を広げるっていう感覚。なんかこう、庭ってさ、どこに何があるとかわかるじゃん。その空間を、自分のその世界観を広げたいの、俺は。あそこにいつでも行けるっていうか、その、歩いたところ。まーちゃん風船塾ありがとうね。自分の歩いた距離感っていうか、世界の広さ、体感の世界の広さってあるじゃん。それを全世界に広げたいんだよね。アンテナを張るっていうか。そういう感覚かな。やっぱ自分のね、足で歩いたところっていうのは感覚として残る。世界の見え方も変わってくるんじゃないの。世界を知らないのに世界を変えようなんて無理でしょ。いや、生活保護抜ける抜ける。だから15万なのよ。15万稼いで生活保護これだけ収入があるんで抜けますって言って、で、旅を始めるってこと。だから収入15万でっていう区切りにしてんの。これで生きていけますよっていうことを提示するため。それが理由。そうだね。もう見えてきたね。配信で生活保護抜けるっていう目標が達成できそうだから。うん。
そう。うん。一個の目標は達成できそうかな、自分の中で。やっぱかっこいい抜き方しないとね。世界中にいる生活保護の方々に夢と希望を与えるのが俺の役割だと思ってるから。結構ガチな話。うん。生ポでもやればできるんだっていうのを見せないとね。やることやったら誰でもできると思うよね。もう役所の人に最後によかったら放送に来てねって。いや見てるもん放送、うん、役所は常に監視してるでしょ。だって俺のこと和道さんって呼ぶんだから。いや僕始末です、係長和道さんって呼ぶから。見てる見てる、そりゃそうでしょ。1ヶ月に200件通報あったんだから。アスペルガー公表してますよ。はい、アスペルガーと ADHD は、別に隠すようなことでもないし、みんなに知っておいてもらった方があのトラブルにならないんで。ドフラミンゴさんいらっしゃい。ちょっと一本電話します。アスペンって簡単に言うとどんな病気なの？簡単に言えないから難しいんだけど、言葉上定義すると自閉症、高 IQ の自閉症だね。高 IQ の自閉症っていう言葉が一番わかりやすい。ただ自閉症自体が知らない人多いと思うから、そこは難しいところなんだよね。自閉症つってもわかんないでしょみんな。なかなか伝わらないんだよそこは。もともと自閉症っていう病気は認知されてたんだけど、必ず知的障害が伴っていたの。だからアウアウアーな病気だと思われてたのよ。まあ実際もともとそうだったんだけど、知的障害者がなる病気だって。で自閉的傾向を持ってると。でも最近分かってきたのが、 IQ に関係せずその傾向があるっていうことはずっと言われてて、それが病気として認知されたっていう感じかな。うん。で、アスペルガー症候群って言っても、自閉って言ってもいろんな症状があるから、難しいんだよね。それだけで障害って認めるっていうのは、そう、難しいよ、やっぱ精神疾患。精神疾患が何なのかっていうのがよく伝わらないから。知的障害と混同されすぎてるからさ。混合されてる。いってらっしゃい、田中さん。ありがとう。だから見た目じゃ、見た目で和道精神障害者に見えないって言ってる多くの人は、精神障害者に対する知識のなさから来てるんだよね。知的障害者に見えないっていうことを言いたいんだと思う。だからそういう偏見は俺はなくしていきたいなとは思ってる。っていうか、作業所で精神疾患の人がね、何十人も働いてるけど、見た目じゃわからないよ。はっきり言って。見た目じゃわからんよ。話しかけて、あっていう感じだね。あっていう。病気かなーっていう。病気なのかなーって。
分かりづらい人だと1ヶ月間ぐらい付き合ってみないと分かんないと思うし、さては病気だねっていう、そういう感覚かな。身体障害者と知的障害者しか認知がないんだよ。はい、ワード。小崎さんいらっしゃい。俺はそういう生活保護の偏見と、偏見と精神障害者の偏見みたいなものはなくしていきたいかな。日本は精神障害者っていうくくりがあんまりなかったから、先進国になってやっと出てきたから。例えばうつ病の人は別に低 IQ じゃないじゃん。あ、そうなんだ。精神科で働いてたんだ。受付かな？だったらわかるだろうね。喋りかけて目を合わさずボソボソしか喋らない人も精神疾患の可能性あるかな？あるだろうね。うん。ただ、精神疾患の一番の問題っていうのは、本人が病気だっていう自覚がなかったら病院に行かないから、その、なんつうの。病院に行かなかったらわからないじゃん。そこなんだよ。自覚がないケースっていうのがあるから。あと、社会に適合してる変な人。要は変な人の中でも、慕われキャラとか、受けるキャラっているじゃん。それを受け入れてるっていうか。そういう人は、精神疾患持ってても病院に通わないから、だから、障害って何なのかって話になってくるんだよね。その人が生きづらさを感じたりとか、二次障害っていうのがあるんだけど、精神疾患には。うつ病とか統合失調症っていうのは二次障害で出やすい症状なのね。だからもう減らりすぎて簡単に言うと幻覚見えちゃうっていう。そういう症状が出てきたらもう病院だろうね。風邪ダメ。治んない。ウナのモノマネができるようになったら完治だと思ってるね。だからウナのモノマネやろうとすると咳込んじゃうんだよね。なんか喉の調子が違うんだよね。あのよ。だいぶ良くなってきたじゃねえかよ。おい。お治ったんじゃねえの。なあ、ゲルゲ。いいね。だいぶ治ってきたね。うん。あ、ソーシャルワーカーやってたんだ。じゃあもう専門職じゃん。だいぶ良くなってきたね。うん。ウナのモノマネができるようになったってことはもう9割方治ってるよ、これ。こんばんは。はい、こんばんは。ヤマハさんいらっしゃい。ニコ生のタカシってやつみたいなのことか。あ、タカシはだからもう精神疾患だろうね。多分発達障害だろうね。見た目じゃわかんないじゃん。あー、近いと思うよ。うん。タカシは精神疾患で発達障害だと思ってる。うん。おはよう、ノリコ。おはよう。クミタンおはよう。あ、だから、ノンタンもそうじゃない。俺の彼女ほら、美人で、賢いじゃん。頭もいいじゃん。だけど、あ、ちょっと違うっていうのは、みんな、見た目じゃわかんないと思うけど、行動を見てるとわかるでしょ。それだと思うよ。ノンタンも、精神疾患持ってるから。じゃあタイトル変えるために一回落ちますね。まだフォローしてない人はフォローしてください。一回タイトル変えます。お疲れ、落ちます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。